はようございます。松尾です、特撮の旅2日目の朝です。在来線乗り換えですね。毎年記念モニュメント。特撮アーカイブセンター、あの怪獣は何でしたっけ？スカキング、オリジナル怪獣スカキング、
まあでもなんかそれぐらいのボリュームが一番。一人佇んでるな。お、少年にエースよ。あ、マジですか。